ロンダは、スペインアンダルシア州マラガ県のムニシピオ。ロンダ市街を描いたアスレッハホ。ロンダの街は、海抜739メートルの岩がちな大地の上に位置する。地中海に近い地域であるものの、海には面していない。グアディアーロ川の支流のグアダレビン川により、侵食されて形成されたロンダ峡谷によって、市街地は二つに分断されている。このうち、 峡谷の南側が旧市街で、峡谷の北側が新市街である。旧市街と新市街は、ビエホ橋やヌエボ橋で結ばれている。この峡谷は森の砂にまで伸びている。市街地の東には、シエラデラス・ニエベス自然公園が設定されており、南にはヘナルダニがあり、西にはグラサレーマ山脈があり、北にはカンピージョスへとつながる平地がある。 ロンダ渓谷に架か,かるヌエボ橋。18世紀に完成した石橋である。近隣のピレタ洞窟内では洞窟壁画などが見つかっており、ロンダ周辺には新石器時代から人が定住していたと考えられている。紀元前6世紀頃に住んでいたケルト人はこの地をアルンダと呼んでおり、これがロンダという名称の語源となった。ケルト人の後にはフェニキア人が 近郊に村を作り、そこを、アシニポと呼んだ。古代ギリシャ人に征服されたアルンダは、ルンダと改名された。現在のロンダの基盤は、第二次ポエに戦争後、ローマの将軍スキピオアフリカヌスのカルタゴ遠征の最中に作られたとされる。紀元前三世紀終わりには、ヒスパニアがローマに平定された。ラウルス城が築かれたことで周辺から人口が集まり、 ユリウスカイサルの時代には都市の規模になった。ルンダの住民もアシニポの住民もローマ市民とされた。5世紀にローマ帝国の衰退が始まり、レキラ王を率いるスエビ族が都市を征服し、その後東ローマ帝国が都市を征服した。レオビギルド王が都市を西ゴー王国に統合するまで、アシニポは完全に打ち捨てられていた。 711年にイスラム教徒がイベリア半島へ侵入した。713年にロンダは戦いらしいことをせずに、ベルベル人のサイード・ベン・ケサディ・エルセブ席に降伏した。都市はイスンランド・オンダと改名され、アル・アンダルスのタクルンナ県の中心地となった。コルドバ大主国が分解し、タクルンナ県がアブーヌール・イラル・ベン・アビクラが治める独立王国となった。 この時代に、ロンダの都市としての歴史的な外観の大部分が、作られたと考えられている。アブーヌールの息子ナサルが王国を継承後に、殺害され、ロンダ王国は、セビーリャ大主アルムタティドのものとなった。1485年5月22日に、長期の包囲戦後に、アラゴン王フェルナンド2世がロンダを陥落させたことで、ロンダのイスラム支配は終わった。 征服後、イスラム時代に建てられた建物の多くが刷新され、メルカディーリオやサンフランシスコといった、郊外定住地へと市街が拡大していった。対して、古いアラブ時代の市街は、ラ・シューダーと呼ばれるようになった。1572年に、王立ロンダ基子養成学校が設立された。18世紀には、ムレータを考案して、 近代の闘牛の様式を確立させたフランシスコ、ロメーロが登場し、現在のロンダの顔である、ヌエボ橋とロンダ闘牛場が建設された。ロンダの要塞であったラウレル城は、退却するフランス軍によって荒らされた。19世紀から20世紀、ロンダの経済活動は引き続き平地の経済活動であった。 近郊のセラニアには20世紀初頭に鉄道が敷かれて繁栄の時代を経験した。1918年のロンダ議会において現在のデザインのアンダルシア周期、集荷、衆章が紹介された。ロンダはアンダルシア有数の観光地であり、地中海沿岸のコスタデルソルから日帰りでやってくる観光客も多い。ロンの主街地の北側には 鉄道駅も設置されている。今日のロンダの経済は観光業が中心であるものの、農業や家具製造業も行われており、ワインセラーもある。ありがとうございます。